フジテレビもほら、希望退職募ったら、はい、優秀なやつから100人以上、150人とか多分やめたんだと思いますけど、そろそろテレビ業界とこう大手広告代理店の力関係っていうのが、まあ、そうですね。相当変わってくるんじゃないかなっていう、今ちょうどその瀬戸際にあるなっていう。ただ僕はテレビの強さに関しては、衰えない派なんですよ。もうめちゃくちゃ簡単で理由はね、うん、テレビって絶対これ以上チャンネル増えないじゃないですか。うん、まあ、よほどの改革が進まない限り。で、今、インターネットでこのように僕たちが深掘りしてるネタは結局テレビなんですよ。うん、だから、テレビにとりあえず出ないと、ネタは作れないんですよ。うん、なるほど。だから、テレビの影響力は下がるにしても、テレビには。また、フジテレビを頑張りましょう。え、乗っ取りに行くんですか？いや、乗っ取りっていうか、乗っ取りっていう言葉良くないですね、なんかね。はぁ。騙し討ち。いやいや、騙し討ちじゃなくて、普通に買収したいですよね。面白いな。今度は有効的にいけるんじゃないですか？いや、無理なんじゃないですか？ヒエダさんがいる限りは。あ、でも、だからヒエダさんがいる限りでしょ？ヒエダさんはおいくつですかね？いやー、もう80代かな。80代ですよね。ヒエダさんがいなくなったらワンチャンあるんじゃないですか？まあ、いなくなったらワンチャンあるでしょ。ねえ。あ、でも面白いな。あの球体に堀江さんがいたら面白いな。いやいや、行きたくないですけど。いやいや、だって堀江さんが社長としてあそこにいたら面白いじゃないですか。いや、でもね、テレビがその価値があるっていうのは僕も同意です。このまま、この先そんなに衰退しないんじゃないですか。衰退があるにしても。ラジオみたいなもんで。影響力は持ち続けますよね、はい。ラジオみたいなもんで、ラジオだって影響力あるじゃないですか。ラジオの深夜番組の誰も聞いてないんですけど、やっぱなんかみんな、なんかタレントの人とかも、ラジオ出る、ラジオだったら出る。ネット放送は出ないけど、ラジオだったら出るみたいな人多いですもんね、やっぱり。ブランドですね、ブランド。ですよね。そういう意味で言うと、もうテレビのブランドはめちゃくちゃありますよ。ありますよ。だから僕言ってますもん、なんか IT 企業とか、今勢いがあるって、あの人たちは、もう地方のテレビ局でもいいから買っちゃいなっつって。あ、そうか、はい。地方のテレビを買えばいいんだ。か、地方は、あの、免許取れますよ、まだ。空いてる。これでも YouTuber でお金出し合って買い取るのが一番なんか、まあ、買い取るか、作るか。ですよね。いや、買い取るか作るかって、YouTuber が作った方がなんか面白そうですよね。ああ、いいっすね。ね。できそうですね。これ、今、だって今の話だとどう考えても YouTuber で共同で出資して、うん、だって YouTube でコラボしませんかよりもテレビ出ませんかの方が絶対来てくれやすいわけでしょ。まあ、そうですね。ですよね。で、テレビでやれば特にネットニュースにもなりやすいから。そう。いや、もうどこでもいいんですよ。とにかく、なんかもう、でも面白い企画だったら逆に全中になる可能性もあるわけですよ、ね。そうです、そうです。なんかどっかの、ま、町のネットワーク局で。アンテナも借りりゃいいんで。うん、あの、使用料払って。聞いてみよう。これ光コンとか乗ってきそうな感じしません？乗ってきそうですね。ねえ。テレビ局作る。ああ、ね、面白いですね。